キックオフ宮崎。ここからはキックオフ宮崎の時間です。この番組は宮崎のサッカーを盛り上げる地域密着型のサッカー番組となっています。今日もスタジオには元テゲバジャーロ宮崎の西岡大志さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。お願いします。では早速参りましょう。今週月曜日に行われました、UMK でも生中継をしました長野戦のハイライトをキックオフ。雨が降る中でのゲームとなったテゲバジャーロ宮崎対 AC 長野パルセイロ。テゲバは前半から積極的に仕掛けます。まずは前半4分、橋本。橋本、待って、トラップしてシュート。惜しい。前半9分には上野。上野、ゴール前シュート打っていった。ポストの横それて。得点には結びつきませんが、果敢に相手ゴールに迫ります。前半37分には長野に決定的なチャンスを作られますが、ゴールキーパー青木の好セーブ。一進一退の攻防の中、ゲームが動いたのは前半終了間際。一旦後ろに返す。中には1枚入れ、シュート決められてしまった。長野の三田にヘディングを決められ、テゲバは1点ビハインドで前半を折り返します。前半終了間際。エンドが変わって後半20分、あの。もう一度落として、あのシュート。よし、当たった。惜しくもポストに阻まれ、ゴールネットを揺らすことができません。後半22分にはいい位置からのフリーキックを得ますが、直接行った、こぼれ球。テゲバは相手を上回る13本のシュートを放ちますが、最後までゴールが遠く、ホームでの勝利とはなりませんでした。いや、非常に見応えのある戦いだったんですけど ね。でも悔しい敗戦ですよ ね。後半怒涛の攻めを、ね、見せていただけにね、うん、1点が遠かった。そうなんですよね。解説の福西さんの来たっていうものもあったから、ね、期待をしたんですけれども、ね、惜しかったですね。ではお待たせしました、元 J リーガー西岡さんの目線で今回の試合の注目ポイントを解説してもらうこちらのコーナー、題して西岡大使の大したもんだ。来ました。さあ、今回私と西岡さん一緒に現地で見ていたんですけれども、この試合の大したもんだ、はい、どんなところでしょうか。今回はこちら、あの選手と吉澤選手の連携プレーが大したもんだ。ほう、この2人の連携プレー、はい、どこに出てきたでしょうか。まずここでこちら後半20分のシーンですね。そうですね、はい、もうシュート惜しかったんですけど、うん、この崩しのプレーがすごく良くて、はいはいはい、まず縦パスが入るんですね、ディフェンスから。そのシーンが流れると思います、はい、この後ですね、ここですね。そうですね、ここであの選手にくさびが、縦のパスが入るんですけど、はい、どうぞ。ボールはここにありますね、はい、ストップ。あの選手が受けた、あの選手がここで受けて、はい、このフリックで、フリックってあの後ろの選手、吉田選手が後ろにいることを確認して、うんうん、ボールを受ける前にもう後ろにいることを確認してて、うんうん、そこでワンタッチプレーで、あーでもう一回ボールもらってシュート打つシーンなんですけど、後ろに目があるかのようなプレーをしてるんですね。これあれですね、はい、トラップミスしてフォローしたとかそういうことじゃなくて、違います、違います、狙ってますね。これはもうボールを受ける前に吉澤選手とコミュニケーションっていうのはこの時間で取れることは絶対できないんですよ。でももう練習から多分こういう連携っていうのは意識してやっているだからこそのプレーだと思います。じゃあ相手からしたら、はい、あの選手がノールックパスをワンタッチで出していたような、まさかっていうタイミングでだと思います。みんなディフェンス選手が吉澤選手こう引きつけられている感じがありましたけれども、はいはいはい、やっぱりゴール前なので吉澤選手もものすごくいい選手なので、はい、やっぱりこう警戒している中で吉澤選手にボール入った瞬間にやっぱり人数が、そこをおとりにしてワンタッチでっていうところで、あとこのボールがゴールネットの方に行っていればということですね。本当にもう悔しいですね。あ、じゃあしっかり後ろにも目があるあの選手は、はい、大したもんだ。聞きたかった、待ってた。
ただね、このいいプレーはあったんですけども、はい、悔しい敗戦ということで、まあ、この歯がゆい試合が続いている手際の課題というのは、あのこちらデータがあるんですけど、はい、今シーズンの手際である宮崎の先制点を奪われた試合が13ゲーム中10試合なんですね。ほとんどの試合なんですよね、はい、でまだ無失点ですね。でゼロで終える試合っていうのが1試合もなくて、うん、やっぱりその主導権を握る上でもやっぱ先制点っていうのは大事になってくると思います。逆にだから今までは主導権を握られる、先制点を取られて主導権を握られる試合が多いということですね、はい、今までは。ただ先制点許しても、ただ追いついたり逆転する試合っていうのも今シーズンは何試合かあるので、うん、そうですね、それは去年と比べて今年の強みになっていると思うので、うん、はい、だからこそやっぱり先制点というのが欲しいなと思います。そうですね、4月14日、はい、岐阜に勝利した時も橋本選手の先制点で勝利を収めているので、やっぱり先制点先に取れたらっていうところはありますよね、はい、では順位表を見てみましょう。第13節を終えてテゲバジャーロ宮崎は19位となっています。次のリーグ戦は5月18日アウェーで FC 琉球と対戦します。また今度の日曜日12日は天皇杯宮崎県代表の座をかけてベロスクロノス角と決勝戦があります。この他県内他のクラブの結果はご覧のようになっています。ビアマテラス宮崎は2対0で勝ち開幕8連勝です。素晴らしいですね。さあ続いてはキックオフトピックのコーナーです。先日マスモトカップ UMK 中学生サッカー選手権の決勝が行われ、中学生県ナンバーワンをかけて熱い戦いが繰り広げられました。県内の中学生74チームが出場して行われたマスモトカップ UMK 中学生サッカー選手権決勝戦はセレソン都城 FC と日昌学園中の対戦となりました。フォワードの岩本を中心にチームワークで勝ち上がってきたセレソン都城 FC、 この大会2度目の優勝を目指します。一方、新チームになって公式戦負けなしと勢いに乗る日昌学園中は3大会ぶり7度目の優勝を目指します。最初にチャンスをつかんだのはセレソン。前半4分、右サイドから岩本のクロスに最後は横山、相手キーパーに阻まれ得点できません。対する日昌学園中は前半8分、高野のコーナーキック。しかしゴールネットを揺らすことができません。さらに日昌学園中はこの後前半17分、セットプレーからキャプテン秋高がヘディングで押し込み、日昌学園中が1点を先制します。セレソンもなんとか早い時間に追いつきたいところですが、チャンスは作るものの得点できず、前半は1対0と日昌学園中リードで折り返します。追いかけるセレソンは後半開始早々、セットプレーからキャプテン甲斐が同点ゴール。ここからセレソンが怒涛の攻撃を見せます。セレソンの攻撃をしのいだ日昌学園中は後半20分、このプレーでペナルティーキックを獲得します。これを秋高が決め勝ち越し。日昌学園中は試合終了間際にも秋高が中央から抜け出しハットトリックとなるゴールで3対1とします。すごい。さらに秋高のこの日4点目のゴールで4対1、
試合は中大連1位の日照学園中がクラブチーム1位のセレソン都城 FC に4対1で勝ちました。みんなで優勝を目指したんで、優勝できてホッとしています。メンバーに入ってない選手たちもいるので、その人たちの分まで背負って自分が絶対決めると思ってたので、決めることができてよかったです。夏にある中大連で優勝して全国制覇することです。週末現中優勝したぞ。いや、中学生たちの熱い戦い、ご覧になってどうでしたか。あのキャプテンマークの西小学園のキャプテンマークの秋高君、4点ってすごくないですか。ねえ、いやもう、いやもう大したもんな。素晴らしい。秋高選手もらいました。何も言ってないのに、もうそれぐらい素晴らしかったですよ ね。一試合で4点ってどうですか。どんな気持ちなんですか ね。自分もディフェンスだったんで、点決めることあっても1得点とかだったので、4点取る気持ちって取って、いやあんな喜ぶってやっぱりもう想像つかないですね。私試合の会場で見てたんですけど、秋高選手が持つとやっぱもう何かが起こるなみたいな雰囲気も最後の方はなってたんで、すごかったです ね。これからの活躍も楽しみにしています。マスモトカップ試合全体の様子は5月25日土曜日午前10時35分から UMK で放送します。こちらもぜひご覧ください。キックオフ宮崎、今週はここまでです。さようなら。